今日は長木キャプテンと2年半ぶりに徳島に帰ってきた男、岩尾選手に来ていただきました。お願いします。まずはじめに、まあ、新加入なので岩尾健36歳、頑張ります。亮太、はい、どうなん？36歳で終わりでいいの？あと何？あと血液型とか A 型。好きな食べ物は？ラーメン。出身地は？群馬県。終わり？はい、全然インパクトない。っていう感じでやらせてもらってます。インパクトないやん。いいな、入りめっちゃいいっすね。じゃあ次行きましょう。あれ、ここでアクシデントが。いや、やってるな。それは見てない、誰も見てない。やば、これはもう面白い。絶対放送してください、ね、もう今日1位がもう取れてもらった。参ったわ、参っちゃったよこれ。はい、あ、400試合おめでとうございます。え、あー、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。どうですか？いや、嬉しいです、めちゃくちゃ。 J2 リーグ7月の月間 MVP に輝いた長木キャプテン、熱い気持ちが伝わる全力プレーでチームを牽引し、その活躍がチームの浮上につながっていると評価されました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。最高です。最高です。2人は2011年に湘南ベルマーレでプロ入りした同期コンビ。ボランチのポジションを争うライバルとして4年間を過ごしました。一緒にピッチ立つ機会はそんな4年間の試合数から換算したらそんな多くなかったかなと。そうだね、うん、お互いやっぱどうなんだろう。俺はやっぱ意識してたから、その追いかける存在として認知してるから、なんか何クソっていう日々だった記憶って感じです。怪我の多かった岩尾選手、1年目から主力として活躍する長木選手の背中を追い続けました。自分の売りは守備だとずっと思ってやってる中で、ケンはリズムを作ってこうボールを受けてさばいてっていうのがすごい上手だったから、もうそれはもう本当に当時からめちゃくちゃうまいなっていうふうにはずっと見てたけど、なかなか怪我とかもあって試合も出てなかったんだけど、全然腐らずずっとやってたから、まあ、その姿勢は本当すごいなと思って見てましたけど。嬉しい。いや、これでも本当、実は聞いてみたかったことの一つなんですよ。いつかね、人生でいつか聞いてみたかったことの一つ。ここで聞いちゃった。はい、あの、嬉しいですね。2人でこっそりでもよかったんじゃない？まあ、こっそりでもよかったです。その後、長木選手は鹿島へ移籍。 J1 や天皇杯、ACL を制覇し、日本代表としても活躍。その背中を追う岩尾選手は、水戸、徳島と渡り歩き、J1 浦和でアジアを制し、再び徳島へ。10年ぶりにチームメートとして同じピッチに立ちました。久しぶりじゃん、一緒にサッカーする。そうですね、存在感とか本当に、まあ、湘南を出てからの方がより力を増してたので、まあ、それで改めてこの同じチームでできると思ってなかったんで、なんか嬉しいですね。まあ、僕は基本的にやっぱずっと追いかける背中を追いかける存在だったんで、追いつくとか追い越すとかそんな日が来るか俺には分からないですけど、でも少なくともそこに近づく努力は常にしてたいなっていう感覚だったんですよ、ずっと。お互いすごいこう当時よりも成長した姿で同じピッチに立つことに、なんかこう嬉しさと感慨深さと、こっからなんかどういう結果を出すことができるかなみたいな、ワクワク感とみたいな、そんな感じですね今。現役のねキャプテン、まあその前、その前で3代のキャプテンが揃ったんで。確かに。じゃあそれぞれが描く理想のキャプテン像。俺ありますよ。俺当てていい？いいっすよ。小笠原光雄だ。正解。やっぱり大正解。もう僕にとって完璧な存在なんで。あの人だったらこういうこと言わないだろうなとか、こういうプレーするだろうなとか、常にこう意識しながら、まあ、キャプテンをやってます。じゃあ岩尾選手どうですか？なんか逆に僕は理想を抱きすぎていて失敗した経験があるんで、その理想はあんま持たないっていう、
今いるチームと今いるチームの選手たちの個性とか特徴を加味した上で最大値を出すためにどうするかを選択していくみたいな感じ、選択したりしなかったりするみたいな、そんな感じが 理想かなと。でそれこそだからその理想像で言うと長谷部選手とか、俺はそっちのタイプだと思ったんですよ。確かにそうだね、はい、俺はなんかキャプテンって言ったら俺はもうあのマルディーニなの。おー、分かるでしょ、キャプテンって感じじゃん、はいはい、背中で語るというかプレーで語るというか、うん、もう存在するだけでキャプテンっていう、うん、なんか面白いのは結局僕ら今中盤の選手選んでるじゃないですか、うん、でセンターバックの選手なんですね、キャプテン像ってなった時に。おー、それなんか思ったんですけど、結構ポジション依存あるのかなっていう。ありそうです。ありそうですよ、ありそうです。